生を豊かにする。ニュースチャンネル。はい、皆さんこんにちは。今回も動画の方を始めていこうと思います。いつもご覧になっていただいている皆様、お帰りなさい。そして新しくご覧になっていただいている皆様、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ということで、今回も人生を豊かにするほどでもないんだけど、半ばね、放送局チャンネルの方をね、始めていこうと思います。はい。ということで、今回も始めていきますけれども、今回の内容なんですけども、二階堂ふみさんがフェイクニュースに訴え、とても辛いですとおっしゃっているということで、それについて扱っていこうと思います。その前にね、チャンネル登録と高評価ボタンの方、よろしくお願いします。はい。高評価ボタン、まあ、分かると思うんですけども、チャンネル登録はちょっと分かりづらいと思うんで、この辺にね、透かしがあるんで、そこをクリックしていただいても、私のチャンネルのロゴが入ってると思うんで、そのロゴをクリックしていただいても、チャンネル登録ボタンが出てきますんでね、そこをクリックしていただいてもいいと思います。はい。なんかめっちゃ素人感がある撮影ですけど、まあいいですよね。はい。ということで、今回始めていこうと思いますけども、何があったのかと、二階堂ふみさんが、なんかまあ、ある意味意味深な、発言をなされたということで、少し長くなってしまいましたが、私の気持ちをお伝えしたいと思い、投稿しますということで、とあるネットニュースが上がりました、いわゆるフェイクニュースですと、報道に言及ということで、これは何を指しているかと言いますと、まあ、この記事においては、これ、モデルプレスという、記事ですけども、まあ、インスタグラムのストーリーズに書き込まれたことなんですけども、まあ、前日にある報道がありまして、それがですね、プロミスシンデレラという TBS 系のドラマですね。で、共演者と急接近したという内容が一部で報じられたそうなんですね。で、それについて、それはまあ、まあ、それは本当のことじゃないんですということを、まあ、この記事で書いて、記事というか、SNS のインスタグラムで投稿されたそうなんですね。で、まあ、まあ、よくあることですよね。まあ、でも共演したぐらいでさすがに付き合うことはないんじゃないか。まあ、共演で付き合う人もいますけど、だってね、星野源さんだって、ね、有村架純さんとね、付き合うまで結構期間があったじゃないですか。だからやっぱりドラマの共演は確かにきっかけにはなるのかもしれないですけど、それでね、もう、すべてが決まるかと言われると、ちょっと怪しいとこだなと思いましたけどね。ただ、まあ、芸能界っていうのは嘘の情報が多いというふうに言われてます。まあ、僕もね、そのうち、その手のひらで踊らされてるかもしれないと思ってね、まあ、肝に銘じていろいろ、こう、発信はしてますけど、まあね、まあ、でも、まあ、一部嘘があるっていうのは、まあ、それはまあ、ある意味では、しょうがないのかなとは思うんですよね。うん。だって週刊誌の記者っていうのは基本的に確かに確実な報道の方がね、受けがいいんで、それはその方がいいかもしれないですけど、でもやっぱ週刊誌のやり方って基本的にはね、打てば打つほど当たるみたいな、もうなんか特攻みたいな、まあ特攻って言うとなんかね、ちょっとなんか特攻隊員に申し訳ないですけども、そういう感じなんですよね。だから弾打てば当たるだろうみたいなね、どん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 弾を打ちまくって、まあ、ガセネタも含めて全部打ちまくって、結局まあ何個か当たりゃいいよねっていうようなまあビジネス構造なんでね、まあ、間違ったことを書くのはまあ普通のことかなとは思うんですけども、ただまあなかなかそれに対して反論する機会っていうのはまあなかなかなかったりとかすると思うんですけどね。まあこの中ではよくあることではあって気にしなければいいのかもしれませんが、正直に綴るととても辛いですと。全く身に覚えのないことや完全に嘘の情報が記事になること、それを信じてしまった人から攻撃的なメッセージが届くことも、と苦しい境地、境地を明らかにしたということで。まあ、まあ中にはね、なかなか嘘と本当っていうのは見分けがつかなくて、それで攻撃してくる人もいると思いますけど、まあでもね、どうしようもない。現状ではどうしようもないと思いますね。だってそれ信じちゃうんですから。信じちゃった人はもうね、思いっきりぶつかってきますからね。突進してきますからね。で、まあ、で、さらに記事を書いた記者の方へということで、お願いです。誤った情報を誰も幸せにならない記事を書くのではなく、見る人が少しでもハッピーになるような内容や、前向きになれるような内容をお届けすることはできませんかと訴えと。まあ、気持ちはわかりますね。まあ、こういう記事書かれたら、まあ、そういう気にもなるかなと思うんですけども、
ただ一つ思うのはやっぱこう週刊誌の記事っていうのはやっぱさっき言った通り100発当たってまあ何個か当たりゃいいよねみたいな、100発打って何個か当たればまあそれでいいよね、バンバンザイよねというようなビジネスモデルである以上、まあハッピーになる、ようなネタばっかじゃないわけですよね。だって打たなきゃ、打ち続けないと当たりが出ないからね。だからそういうもんだと思うしかない。だってまあ迷惑系 YouTuber みたいなもんだと思いますけどね、僕はね。まあなんでまあそう願うのはいいんだけど、まあ多分そうはならないんだろうなということをまあ言いたいですね。はい。で、もしかしたら勘違いがあったのかもしれません。嘘の情報が記者の方に入ったのかもしれません。としつつも、ドラマ現場では熱中症、感染症対策に気を配りながら大変な状況でも、ワクワクするような時間をお届けできればという気持ちでエンターテインメントの作品作りをしていると説明し、様々な記者を書く方へ、表現の場所は違いますが、ネガティブな刺激ではなく、ポジティブな刺激を広めることが一緒にできたら嬉しいですと願いを綴ったということで。ただまあ残念ながらね、まあ二階堂ふみさんがコメンテーターやってるかどうかは私知らないですけど、世の中にあるニュースっていうのはね、基本的にはネガティブな内容がほとんどなんですね。だってそれはポジティブな内容なんてそんなのいくらでもあるからね。私まあそんなこと別に気に留めないんですよね。人間ってやっぱりネガティブなことばっか目を向けるがちなんですよ。やっぱ不倫とかね、離婚とかそういう方がやっぱニュースになりやすいっていうのは、それは人間の特性上ね、どうしようもないと思うんですよ。ただ、今回間違った内容が出てたってことなんで、これはもう、もちろんね、その記者さんにそう諭すってのもあるかもしれないですけどもね、彼らも仕事でやってる以上ね、そういうことを緩むわけにはいかないと思うんですよね。100発打って100、何個か当たるってビジネスで十分もう儲けちゃってるわけですから、もうね、これはやめないと思いますよ、僕はね。それ美味しいからね。なんで、こういうニュースは多分続くんだろうなと思いますけどね。だから言いたいことはね、もちろんこれ結構丁寧に書かれてて、本当に心遣いができる人なんだなというふうに感心はしましたけど、一方で思うのはやっぱね、真実をガツンと言ってやるというか、ガツンというか、記者にね、こう名誉毀損で訴えたりとか、やっぱりこう時にはね、ガツンと言わないといけない時もあると思うんですよね。もちろん他者のこう善意にね、こうやるっていうのはいいと思うんですけど、ただ今回の場合はね、いや、難しいよねと思いますよ。だから一回こうガツンとね、こういう事実はないっていうことを正式の場でね言ったりとか、もちろんそんな暇がないっていうこともあるかもしれませんけど、やっぱりそういうことを今回はね、結構遠回しに書い、日本人らしいなと思いますけど、遠回しに書いちゃってるんで、結局何のことなのか分かんないんですよね。もちろんね、そういう記者さんともね、関係があるし、いろんな人ともこう、付き合いがあるんで、多く書きたくない。この場合だとね、今回ニュースになったのは、そのプロミスシンデレラで共演している、ジャニーズだっけ、の方ですよね。その方とのこう報じられている岩田貴則さんですか、の急接近報道が出てたということで、ただね、これはね、ドラマとね、職業とね、さすがに、確かにあるって、女優さんとかね、俳優さんとかが、ドラマの撮影中にね、こう、やっぱこう仕事、人間関係っていうのは、やっぱ恋っていうのはね、やっぱその、環境がなきゃ成立しないっていうふうに言われてますからね、恋愛感情とか。っていうのはやっぱりその、圧倒的にその人間関係の近さというか、その偶然ね、職場で会ったりとか、やっぱ会わないことによって、会う距離がね、近ければなるほど、生まれる確率は増えるわけですよね。ということで、可能性は高いっちゃ高いんですけども、だからといって全員が全員こう、そんなことやってたら、まずね、何人と結婚しなきゃいけないんだよと思っちゃいますけど、だからそんなね、もちろんね、そういう感情が湧くこともあるのかもしれないですけど、それは心の中で秘めているみたいなのが、方が多いんじゃないかなと僕は思ってますね。はい。何の話してるんだっけ。はい、そんな感じで、今回二階堂ふみさんと、ジャニーズじゃなかった、申し訳ない、岩田貴則さんは、三代目JSOUL BROTHERS from EXILE、なんでもいいや、JSOUL BROTHERS なんだそうですね。ごめんなさいね。ということで、これ訂正しますけども、そういうことみたいですね。いやー、本当に、
まあ、かわいそうであるんだけども、まあ、対応の仕方としてはね、いや、これはまあまあ、あの今後も多分やられ続けるんだろうなとは思いますけどね。だって記者だってまあもう命がけでやってますからね。もう何ガセネタであろうと何であろうともう書いちゃいますから、ね、うん、まあ、そんなもんですよね。だからまああとね、私が声を上げたことで記者の方に批判がいくことや誰かが傷ついてしまうことを恐れています。決してそのようになるのは望んでいません。記事の内容に誤りがあるということ、報道と受け取る側の間には一つのフィルターがあるということ、フェイクニュースのたびに悲しい気持ちになることを知っていただきたいと思い発信いたしました。そしてシェアすることで一緒に考えていけたらと思いますと書いてあります。まあだからまああの、やっぱフェイクニュースって言ってるんでね。ただね、言いたいのはあの、どの記事なのかっていうのはちゃんと書いた方がよろしいと思うし、まあ、あの、まあね、あの、もちろんこういう発信は大事だと思いますけど、ただまああの、結構言い回しがね、すごいなと思いましたね。なんで、まあ、あの、ちゃんと言うべきことは言うべきかなとは思いますね、その辺はね。あの、そうじゃないと、あのね、ファンの方も、なかなかこう、理解できない方もいるかもしれないし、まあ、あの、もっと分かりやすく書けばいいのかなとは思いますけどね。うん。まあ、でも本当、記者の、その批判された記者の方のことまでね、あの、気を使うなんてすごいなと思いましたけどね。すごい器の人間なのかなと思いました。まあ、ただ分かんないですけど、まあ、ただまあまあ僕みたいなねゲスな人間からするとなんかちょっとなんかこれお高く止まった文章かなと思っちゃったりとかしますけどね。ねえ、まあうん、まあまあいいんじゃないですか。ただまああの言うべきことは言うべきということと、まあやっぱ週刊誌っていうのはとかまあそういう記事とかあまあそういうのはまあ打ったら当たる戦法なわけですから、まあね、なくならないと思います。だって人間ってネガティブなニュースの方が好きなわけですから、そういうのデータ出てますよね。やっぱりね、難しいと思うね。まあこれはね、あの、なんか、巻き添えを食ったこの岩田さん、岩田くんですね。かわいそうかなと、正直と思いましたね。だって、勝手になんか記事の中で、あの接近したことになってこれで二階堂さんが否定されたらなんか勝手になんかねあの異次元の世界で振られたことになってるみたいなねわけのわからないことになってるわけですからね。なんかかわいそう。なんか一人だけなんか一人だけじゃないけどなんか一番被害を被ってるのは彼なのかなと思いましたね。まあね、あのまあ本当に損害賠償ももちろんそうなんだけど、あのちゃんとやるべきことはやるというか、まああのやっぱこう言うだけじゃね、わからない人もいますからね、やるべきことをやるということが大事かなと、今回のね、二階堂ふみさんのフェイクニュースの訴えに対する、このとても辛いですというふうにおっしゃってるのを見て思いましたね。あのやっぱり、もちろんこういうね、あの感情を書き吊るすことで、まあ、周りに理解がいて、まあ、周りの人が理解してるかもしれないけども、でもやっぱ記者の人に届くかとはとても思えないんでね、その辺はどうなんでしょうかということです。まあなんかあんま内容がないようなね、あの動画になりましたけど、まあぜひともあのチャンネル登録と高評価ボタン、まあ今後も動画見ていただけますと嬉しいなと思いますので、ぜひともさっき言った通り、チャンネル登録の方とよろしくお願いします。あとツイッターのフォローとね、あと私のホームページの方もご覧いただければなと思います。以上で終わります。